史上最年少のプロ棋士藤井聡太四段は昨日公式戦で初めて敗れ、連勝記録は29でストップしました。ここまで連勝、できたのは、自分の実力からすると本当に、できすぎだったかなと、思いますので、これから また気持ちを、切り替えて指していきたいと思います。藤井四段は昨日竜王戦の決勝トーナメント2回戦で佐々木勇気5段との対局に臨みましたが、開始からおよそ11時間半後、101手で藤井四段が投了し、佐々木五段が勝利しました。藤井四段は公式戦で初めて敗れ、連勝記録は29でストップしました。